ありがとうございます。ゴミは宝チャンネルでございます。こちらはね、茅島の駅からねすぐのね川沿いにあるね桜並木です。まだまだね桜の時期には早いですがね、こちらはね南水園のね桜はね見事なもんですよ。遠くまで行かなくてもね、地元でこういったとこがあるんですよ。はい、一度お越しいただいたらいいんじゃないでしょうかね。こちらはね、茅島の駅から10分ぐらいですかね。古い町並みと新しい住宅が入り乱れたね、とこになってます。道路がね、狭いんでね、危ないですがね、散策するにはね、ちょうどいいかもしれませんね。大きな通りに出てきました。こちらはね、京阪バスとかね、近鉄バスがね、通る。バスの経路になっております。交通量はねさほど多くありませんがね、飛ばしてくる車があるんでね、注意が必要です。いつもねご視聴いただきありがとうございます。ゴミは宝チャンネルです。今日はね、ちょっと時間が空いたのでね、プラ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 しております。こちらはね、前方はね、第二京阪がね、見える景色になってますね。こちらもね、第二京阪が通ってからね、街の様子がね、ちょっと変わりましたよね。交通量が多くなってますね。はい、こちら道路ね、狭いんですがね、通り出たらね、大きな通りですからね、車ビュンビュン通ってますよ。ここで待機してますね。ちょっと渡ったらすぐなんですかね、引かれたらね損ですからね。怖いですね。すごい勢いで突っ込んできますね。本線優先ですか。なかなか信号変わりませんよ。はい、ありがとうございます。ゴミは宝チャンネルです。はい、ね、通りはね危険なんでね、歩道を走行してます。じいさんですからね、歩道走行はねご勘弁いただきたいというところでございますが、こんなところね車道走っとったらね命がけですわ。路側帯もねもうないようなもんでしょうからね、線引いてあるんですがね、歩道とのね幅はねほとんどありませんからね。うわ、大型トラックこんな感じですよ。歩道におってもね怖いぐらいビュンビュン来てますね。ありがとうございます。ゴミは宝チャンネルでございます。今日はね、天気がいいのでね、ちょっとプラプラしております。おー、観光バス行きましたね。すっごい勢いですね。いいですね。どこ行くんでしょうかね。はい、今ね、家でいらなくなったらね、本とかね、CD とかゲームソフトをね、こちらのね、古本市場の方にね、査定をしてもらいがてらねやってまいりました。ゴミでね捨てるところであるんでね、ちょっとね価値があるかなどうか分かりませんが、はい、売却してまいりました。まあ十数台ぐらいにはなりましたかね。ゴミで掘ったらね、何もなかったとこですがね、また誰かが使ってくれるんかな。まあ、結構なねお値段って言っても十数台ですがね、なりました。まあね、こんな形でね、コツコツね、していればね、塵も積もれば山となる。まあまあ、働いてる方がね、お金になるんですがね、なかなかね、この年になるとね、働くのもね、しんどいですからね。とか言ってね、家でね、ゴロゴロこたつでしとるとね、あっという間にね、ボケ老人って言ったらいかんのね、
体がね、動かなくなっちゃいますよね。ほんま、日々ね、筋力の低下はね、目覚ましいものですよ。はい。ゴロゴロしててもね、しんどいからね、体を動かした方がね、いい感じですかね。はい。いつもありがとうございます。ゴミの宝チャンネルですね。こちら大きなお屋敷もね、ありますよね。こんな感じですよ。この辺りはね、レンコン畑とかね、田んぼとか結構もね、あったんですがね、だいぶね、宅地化されてますね。こちらね、水張ってますね。ここレンコンのね、池というか、レンコンの田んぼみたいなとこですね。水張ってこれからね、またね、レンコンがね、育っていくんでしょうかね。もう泥だらけですよ。門真レンコンね、有名ですよね。こんな感じでね、路地を抜けていきますかね。果たして行けるかどうかね、行き当たりばったりですね。道あんまりね、知らないんですがね。住宅街をね、抜けていっております。ね、行って行き止まりやったらね、なんか不審者みたいな感じになりますがね。いつもね、ご視聴いただきありがとうございます。ゴミは宝チャンネルですね。今日はね、門真市と寝屋川市のね、路地裏探訪ということでね、住宅街をね、うろうろしておりますが、なんか目新しいものないかなと思いますがね、なかなかね、取材能力がないもんですからね、ただ走ってるだけって感じです。ありがとうございます。ゴミは宝チャンネルでございます。いつもね、ご視聴いただきありがとうございます。感謝でございます。なんかね、かっこいいね、車ありましたね。家の中に車置いてますね。価値があるんでしょうかね。車のことはあんまりわかりませんがね。マッハ55みたいな車がありましたね。